前回のあらすじ。天空の城、そんな話だったっけ。そんな話だったか。キングレオを倒すって話なんだっけ。そして物語はピロピピピロピエンドール始めていきましょうか。よくぞ戻られたブライドのウェルカムバックトゥスタンシアラに行こうか。激しくここで王様を討ち取るとしよう。よし、夜のいい感じじゃねえか。素晴らしいあれだよ。お、夜型の男。まどろみの剣、まどろみの剣強えな。どんどん強さが出てくるじゃねえか。あんま人いないね。さすがにみんな寝てるか。いいですね、いいネタ。こんなご時世だからこそかもしれんな。お、怪しいな。なんだあれは一体。ちょっとこれはいかがわしいものを感じるな。はいはい、お城入れるのかな。入れない可能性が高いな。てるてる、もうパノンのせいでなんかもう全員がなんかあれだよな。なんかもうダジャロ言ってんじゃねえかってぐらいなんかちょっと変な錯覚に襲われてるな。目がちょっと変な風になってしまっている。シンプソンがいいんじゃん。なにこいつ、世界中で酔っ払いが増える。嘆かわしい。本当だよ、シンプソンやばいね。寝ろ、ピーピー泣きよってからね。もう失礼な。参りましたね。そんなにあれ、そんなにやばいね。暴れろ暴れろ。先のお客さん、陰気すぎだろ。ちょっと愉快じゃないね。結構あれだな、これが裏の部分なのか。このスタンシアラのやばいね。早くどうにかしねえと。まずいよこれは。なんだこいつは。夜更けどこ行った。わけのわからない方。お、なんかいるよ。大物なのじゃん、なんかいるよあそこ。なにこれ、あれ、この方の術使われた。ベホマン教、ベホマン、なにこの人。魔物そのものですよ。ベホマン教なんてどんだけハマってんの言って。すごいね。え、ホイミンのあれか、親戚かあれ。お友達かもしれないね。面白いな。城入れんのかな。入れなそうだな。まだあるの、いけるの、入れるっぽいな。さすが寝てるでしょ。わかんないけど。いや、意外とあれか、まだやってるよ。はいはい。見張り、もどき。寝てるな。みんな無防備すぎだよね。わかって。笑う風の服着たら、いいこと言うじゃないか。笑うのは大事だ。とてつもなく。やる気ねえな。なんで普通に入れんだろうね。え、パノいなくなるのかな。王さん笑わせたら。スライム？スラー犬だろ。スラー犬だろ。世界しかも、ああ。なんのあれだよ。それが目的じゃねえだろ。いねえし。入る？おやすみです。いや、どこだ？見せろ！このチラ見をしたい俺は。一体何、彼は何やってるのか。いる気がする！あそこに。右端の方に。いたな気がする。なんだよもう。ベレベレベベベベ。お、なんか人がいるぞ。ウィル。掘り返すわけねえわ。なんだこいつ。アネイルみたいな面白い。へえ。面白いやつがいいな。野望があんないいことだな。
いいことだよ。やっとこれでスタンシアらへんもあれだな、終幕を迎えるのか。私の番は邪魔だ。角かぶっとる。早く行けよお前ら。おら待ってんだ。俺はこの待て。お前行くな。よし。いやこれあれか、待ち構えたら。いやいいよ、頑張って早く終わらせて。俺待ってるわ。これよし、邪魔をしてやる。全員こいつを落としてやる。王様大変だな、毎日このこいつらの相手をして。よし、ブライああかわいそうに。返しねえを見せましょう。本当だよ、マジで行くよ。ちょっと待って、戦歴を見よう。全滅ヒーロー、変わってねえし。酒早くせんのか。お断りさま、王様。はい。何こいつ。こいつすげえな。わしの心見抜いた。おお、すげえ。無言だ。かっけえ。もうみんな誰も何も言ってねえよ。もうマジで天空の兜。おお、これは言うまでもなく伝説の防具の一つです。頭を覆う部分が少なく見た目のフィニアファンですが、何の心配もいりません。この兜の聖なる力があらゆる攻撃から装備しているものを守るんです。やるじゃん。え、どんぐらい強いんだろう。ええー、やっべえ。だがやらない。だがまだあげない。え、これあれなの？パン。あ、やめ、間違いですね。おい、嘘でしょ。バトルやってんよ。バトルやってんの。うわ、仲間から去っていったよ。ただ来て、そんな少し、ああ、そうだね。聞けまくったけど。うわ、マジかよ。ちょっとショックだよ。まどろみの剣置いてけ、あいつ。あれ置いてけばよ。と腹立たしいよね。くっそ、あれを置いてってくれれば俺はもうかなり助かったのに。あれと身ぐるみ引っぺがしたかったよな。でもどうしよう。ちょっと待って、行ってない大陸をまだ探そう。これであれだな、スタンシアら辺はスタンシアら辺は終了というわけで、こう左の方行ってみるか。どっから行けばいいんだろう。モンバーバラ、あの真ん中の大陸って言ったっけ？真ん中から下の、真ん中から下行ってみるか。モンバーバラ行ってみるか。じゃあよし、旅はいいよ。旅はてーてー、ピロ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 、行ってるんじゃないの？多分。山に囲まれてんのか。入れない。トヘロス。これ大事だ。とてつもなく。あれ、もしかして入れないのかな？いや、どっか、こういうとこに限ってあるで、どっか一箇所だけ入れる場所があるっていうパターンだな。頼むぜ。なんもあれだな。でもなんか見当たらないね。明らかにでも怪しいでしょ、ここ。めちゃくちゃ怪しいよね。いや、本当にいけないパターン。うわぁ、誰だ。首長竜、強そうだね。いけるか、やってみるか。頑張って。全然強くねえじゃねえか。見かけ倒しにも程があるな。おぉ、なんだ、なに、なに、ここ。村があるとまたわかりませんでした。意外な発見がある。へえ。また新しいとこ発見してしまったぞ。まあ、それはめんどくせえな。はあ。おお。またいいとこ発見したね。
これ降りれん。あ、ここで降りれんのか。V。小さなメダル。はあはあ。へえ。空飛ぶ乗り物。なんかこう。にゃん。お、命の木の実。裏側なんだ。へえ。ほう。今日捨てられてんのか。何やってんの？学者先生。空飛ぶ乗り物。またが謎の展開になってきたな。こんなん空飛ぶ乗り物か。あ、これ止められんじゃん。この船使おうぜ。めんどくせえなもん。あっちが行くの。あれ、どこ行けばいいんだ。この空気あれだよ、ね、眠くなってくるね、だんだん。いろいろあるね。おお、硬い粒に入っていた。なんかあれだ、慣れてんな。結構小さなメダル溜まってきたんじゃないの。こことここと、何これ。お、魔人像。南に進むと魔人像。へえ。なんか やばそうな雰囲気がするんだ、そこ。話を聞いてくれない。魔人像が動いた。金のブレスレット。ブレスレットは誰なのかな。あー、ブライ似合わねえな。いいや。アリーナ先生で。お？びっくりした。何事と思った。ちょうどいいから一旦寝るか。宿はいないのかな。移民の人は。たっけえな、ジェミニー。ベッド2個しかねえのに。ふぅー。おいた。なんかいるぞ。お姫様。ククル。舞台衣装。はあ。これすげえな。いってらっしゃい。野望が渦巻いておるな、やつの心の中に。歩くとこ見たな。へえ、遅そうじゃん。天然だな。なかなか面白いな。何この壁。怪しすぎてるじゃん。怪しすぎるだろ。なんだあれ。デルデッデッデッデ。防具。あー、いいのいっぱいあんな、これ。欲しいな。あらゆるものを。おいで。ナイスショッツが普通にもう見ない。バレるでしょ。はい。研究なら完成してない。ほう。空気より軽いガスがある。どうやって密封するのか。ビニール袋か。どうすればいいのか。わからん。いけねえし。あばよ。
どんなもの売ってくれるのかね。ドラゴンキラー15,000、めちゃくちゃ根拠が上がるぞ。信じられないよ。ほら怖えな、そら怖すぎでしょ。商売つかないでしょ。どいつもこいつもあれだな、すげえな。なになに、魔物たちの城、そんなのがあんの、怖えな。行ってみるか、せっかくだから。これ南に行けばいいのか、これ普通にもバレんじゃねえか、これ邪魔してるか。ぐる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 、すげえなこの運転技術が半端ない。ぐる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 、絶対酔いそうだな。さあこの子こんなとこに行ってしまっていいんだろうか。ちょいい加減あれだよな、先に進めないとな。ちょ話がやばすぎでしょ。なんだこれは一体、こんなにそうなの初めてです。何これ、うおスタチュー・オブ・リバティ、半端ねえな。あ、近すぎないの、マジで入れないの、あれ、え、入れないの、マジで。ああ、へえ、まだあれか。なんだよこれ、せっかく来れると思ったのに。気をつけるよ、めちゃくちゃ。何する、そろそろあれだよ、レベル上げができるんだよな。レベル上げと、いや、とはあれだな、レベル上げをするいい場所を探すか、今回は。こっちなんかあるぞ。おー、なんかあるぞ。でってって。やばそう。やばそうな匂いしかしねえ。やばそうな香りしかしねえもん。なにこれ。どこに繋がってんだ。ひょろひょろひょろ。これなんか見覚えがあるな。あー、なんかどっかあったな、これな。ちょっと待って、次はどこ行こうか。ここか。この一番右上の大陸行ってみてえな。よし。あ？え？ちょっと待って！ちょっと待ってくれよ！マジで？え、ちょっと待って、俺どこまでやったっけ？くっそ！マジかよ。ああ。あ、ちげえやつになってるな。ウルエス。はあ。いってらっしゃい。ヤッホー。苦手なんですよ。お金の計算が。へへ。ああ。こいつはやばそうだな、結構。ワンゼ。お、なんか人がいる。お前ちょっと態度がでかいんじゃないか。すいません。なにこいつ。フリオに憧れていて、はあ、面白いなこいつ。不良デビュー、すげえな。お、なんだここ、これどこら辺だ。俺、あ、ここなんか来てないんじゃないか。この大陸多分まだ訪れてないよね。金ピカのお城、こいつふっかけてもわかんない、導かれちゃうもんな。何占ってんって、何やってんねん。もうちょっと占ってもタロットのやるか、久しぶりに。ああ、今は苦しくても頑張って。なるほど、頑張るしかねえって思ったな。おっさんがやるね。ちょっと待って、その前にあれだな、天空の鎧。へえ、
そうだね。天空の鎧が出てきたか。で、バトランドに天空のあれか、盾があるのか。何これ、どこに繋がってんだ。行ってみるか、ちょっと。まあいい、行こう。あ、3日の方か。なるほど。結構、じゃああれか。どうだ。おお、小さなメダル。素敵な褒美を取らせよ。結構持ってると思うよ。18枚か。そんなもんか。力の指輪。やった。守りのルビー。力の指輪か。どこで上がるのこれ。10の。ああ、まあちょこちょこ上がるね。力の指輪か。どうしようかな。アリーナでいいや。よし。なるほど。まあいいとこ発見したな。定期的に訪れなければ。この辺りの。ああ、これ行ってみる。酔ってしまいました。マジで。どんだけって。魔物ケアします。マジか。広そうだね。やめとくか。やめとこう。一応入れるっちゃ入れるんだね。このタイル怪しいな。なんだここ。ちょっと行ってみるか。ペンペンペン。うーわ。やめようぜ、そうすんの。やばいな。まずいよ。全滅したくねえ。頼むって。トルネコ何？そのトルネコなんかガードしてるよね。やばいやばい。頼む。おお、この三強化無理だって。これもう勘弁してよ。もうもう、どういうことだ、これは。ひどすぎでしょ。ああ。我が薬。ひひーん。めったくそにやられたぞ。4人死んでるか。また全滅回数が増えてしまう。金がねえよ。復活させる金ねえじゃねえかよ、もう。ちょっと、この体力本当なんかあんの？ここ。何もなかったらちょっと、あー、クソ、トルネコのあれが。頼む。トイロス二重掛け。ちょっと待って、ここで、次、あー、めんどくせえ野郎だな。よし。これ何があんの、ここ。これ、何もねえって言ったら泣くよ、ほんとに。なんだ、ここは。なんか、かわいい、ニワトリちゃんがいる。かわいいぞ。押した？いけねえな。でも絶対怪しいでしょ、こういうとこ。こういうとこ絶対怪しいって、ここ。やばい！もうやばそうな匂いしかしね。あ、でもクリフトがいるから大丈夫だ。クリフト。クリフトの力で、どうにか。行くしかない！行くしかない！行くしかないんだって !47! かわせかわせかわせ！全部かわして！すべてをかわして！その身に、その身に刻んで！その魂！刻むビート！燃えるビート！おお！よしよしよし。ついに二人きりになってしまいましたね、アリーナ様。ふふふ。くそ。なんてことだ。まずいな。こう、なんもなかったら泣くよ。もう、やめようぜ、そこの。ベギラマ、あ、ベギラマだったらいいや。そんな強くねえだろ、出して。どこにつ、どこにくれ。リオ逃げる！魔法カンタ！よし！これで生き残れる可能性は。魔法カンタもう一回使って、魔法カンタ。ベギラマ、行かないで！魔法カンタ！魔法カンタ！はぁ、あ。金がねえよ。
うっぱらっとっか、トール猫とか。起き上がった瞬間に裸になってるっていうちょっと嫌がらせをやってもいいかもしんねえ。よし、これでいいだろ。これでモロハ、お、強えじゃん。これ使おう。で、まあ他のやつは毛皮のコート、ああ毛皮のコートあるんだ。まあとりあえず売っとくか。どうする、ウサギの尻尾、うん、何、運の良さがある、運の良さがあるのか。いらねえだろこれ。とりあえず、ああ、あ、どういうこと、普通に食べてもらっていいですか。お、レオン仲間がいる。はあ、よかったな、ファンがいて。こいつあれじゃないのか、まあ、ずっとなんか踊り子を見てる。違うか、関係ねえか。あれだ、あれだ、別のやつか。うわ、とりあえず移民集めでもするか。お、なんだこれ、ノリノリ歌って踊れるブーケ。何こいつ、怪しすぎだろ。クセなの。なるほど、こいつやべえな。あと2、3年後ぐらいに流行るな、あの喋り方は。よし、あ、こんなやついたな。へえ、ほんとかよ。プレイヤー、バイバイプレイヤー。お、一発か、怪しすぎでしょ。アンソニー、いいのかこんなやつ、やっちゃって。まあいっか。大脳炎、強いこと言ってんのこいつ。おい、アグリ、いずれ世界の食料をその手に握る男です。かっけえぞ、めちゃくちゃかっけえやつだな。トルネコ並みのあれだな。逸材かもしれん。ダメだパニー。はあ、いってらっしゃい。はいはい、永住いいねっす。結構あれだな、重い過去を背負った。またいる。5番お勤め。はい、ありのままの自分、ありのままの自分。何こいつ、クリフ、あれ偽物あれじゃん。へえ、ワリフト、バイバイワリフト。怪しいな。あ、来たことあるか、これ。これエンドールのとこか。なんもねえか、じゃあ。意外とこういうとこがなんかあるかもしれんぞ。フライングデス。強すぎじゃねえの、どういうことだ、一体。おい、返しの全員。よくやった、ブライ。お得ブライ、半端ないですね。損害でっか、ちょっとどうするかな。アリーナ。クリフト、アリーナ、ブライマーニャ、これでいこう。ザーキー、嘘でしょ、あっぶれ、怖えな。なんか強えんだこいつ。最近なんかまともに戦闘してないからな、変なことしかやってねえ。よし、やめて、
危ね危ね。ふぅ。374。まあまあだな。何があんのここ。なんもないパターン。トーヘロス。お、なんだここは。おー、なんかまた新しい。ちょっと次回ですか。ちょっと次回ってかまたあれだな。ちょっといろいろ。あ、こんなとこにあったのか。こんな村が。これどこらへん。これはこうな。なるほど。ちょっと もうちょっと南行ってみようか。後回しにしよう。これは今度見よう。こっから南にさらに何かあるんじゃないかと俺は見てるが。今回のあれだ、目標であれだよ。そうだよ。レベル上げに素晴らしい場所を探すって言われて。まあでも普通にキングレオ。何ここ、何これ。あ、これ大灯台か。懐かしいね。なんとかしてやったのに。美味しい魔物。あ、そうなの。あー、そういえばいたね。ダイレクトな名前。ここはまあ悪くないんじゃない。ここちょっと候補に入れとくか。東大タイガー。どこが楽だったっけ。ソレッタの、ソレッタの洞窟とか。あー、洞窟悪くなかったんじゃないか。キングレオ、キングレオ周辺、ハバリア、モンバーバラ。強いんだよな、サントハイム。ロザリーヒルってのがさっきのか。リバーサイド。ちょっと待って、バトランドってどこだ？これすげえ気になるんだけど。この地形のどこにあるんだって、バトランドって。絶対どっかにあるよね。これじゃ分からんな。なんかちょっと壮大になってきたな、曲の感じが。え、どこだろう。ライアンに聞いてみるか、後で。まあ、ちょっと候補としては、まあ、大灯台か、そうだな、まあ、キングレオ周辺か、そこにするっすよ。やべえな、次回は恐ろしいあれだ、あれが始まるぞ。恐ろしいレベル上げが始まってしまう。そんなわけで、何が待っているのか。Find out next time。ヌヌス、行ってこいヌヌス。あばよ。